どうも、お疲れ様です。そっか、塾の久保です。はい。ただいま、4月20日、16時、ジャストでございます。今、15分足を見ていただいてるんですけども、今回、FX オリガルヒでですね、レンジオプションという、まあ、そういうふうなね、えー、カテゴリーで、えー、教育動画を送っております。で、レンジオプションはどういうことかっていうと、まずね、こちらの価格と、このちらの価格があるでしょう。この間で価格が推移するというふうに予測したんですよ。どの時点でってことですけども、この時点です。 この時点でで予測したんですよこの間で価格は推移するだろうで線をこういうふうに赤いところに引いたわけですよねでこっから先未来のことは分かりませんよ分からないけどもテクニカル理論っていうのは今までの動きが今後の動きにどのように影響を及ぼすかってことを高い確率で予測するそしてそれにベットするという手法なんですよですんでレンジオプションというものはね一旦全部消しますけども 上と下の赤い線のこの辺りに価格が来たらセルをかける。つまりは売りの方向にエントリーするわけですよね。そして逆にこの下の方向、この辺りに値動きが来たら上の方向にベットする。つまりは倍でエントリーするってことになります。そういうことをこの辺りで決めたわけなんですよ。で、今16時あたりにどうなってるかというと まさに、この辺りに値動きが来たから、セルでエントリーしたわけでしょそうすると、今どうですか値動きここまで最大値で来ましたよね。で、私はこの辺りを狙ったんで、行くかなと思って行かなかったんですよ。で、今様子を見ていったら、反対方向に行きましたんで、まあ、このようなところで決済してもよかろうと思いまして、ここで決済するわけですよね。そうすると、ここの間の利益が取れるわけじゃないですか。 ね、およそ40ピップスです。40ピップス、わかりやすく説明すると、4万円分っていうふうにね、解釈してもいいですよ。いかがですかもう十分な日当でしょでもちろん、一番いいところで決済できればもっと良かったんですけども、私は、ここに来ることを狙ったんでね、ここの幅のところに。ちょっと車線引きますけども。だから頑張って見てたんですよ。 そしたら、その直前で反転したんで、あ、もうこれはちょっと欲張りすぎたな、ぼそっと言ったわけですね。それでも、高い利益が取れたじゃないですか。で、このレンジオプションするのに大事なのは、この幅なんですよ。この幅が、小さすぎるとね、要するにエントリーした時に手数料がかかりますんで、手数料の分が、全然払拭できずに、含み損を抱えすぎちゃうんですよ。ですんで、ある程度の大きさのレンジ、上下の幅、でないと狙えません。 で、私が好きなのは 60pips から 70pips ぐらいやると、まあ、できるかなと思ってるんですよ。で、100pips ぐらいやると理想ですね。でも 100pips ぐらいでレンジオプションが組める時ってそんなにないんで、だいたい 60pips、70pips 以上あれば、レンジオプションにかけて、今まで7年間生き残ってきました。という形でね、レンジオプションさえマスターできれば、FX で損が出るってことは基本的にないんですよ。 ずーっと利益が出ます。あとはどのぐらいの資金量を持ってやっていくかということだけなんで、レンジオプション1個がマスターできれば、あとは資金量、ロットの勝負になってくるんで、まあ人によってはそこでレバレッジをかけようかってことにもなるんですよ。だからコンスタントに一定の確率で利益が取れるようになったら、そこからはレバレッジをかけることもまあいいんではないかなと思いますが、私は今のところレバレッジをかけたことはないです。それよりも、レバレッジかけるよりも追撃という方法をとりますね。 追撃に期間にしましては、また説明がなくなりますので別の機会にお話し,します。それでは今回はですね、FX オリガルヒでお伝えしている方法を一般公開動画でお届けしております。ちょっとサービスでね。で、FX オリガルヒで学びたい方はぜひお申し込みください。勝つ方法しか教えておりません。移動平均線使いません。おかしなインジケーター使いません。独特のノウハウもありません。 そうではなくて誰もが分かる指標だけ用いてやっております、ね、その一つにレンジオプションっていうものがあるんですよねトレンドかレンジかでしょ、うん、トレンドで稼ぐことってのはまあ結構できますけど誰でもトレンドってだってなかなか来ないんですよ昨年のロシアがウクライナに侵攻した時に半年間の圧倒的トレンドありましたその時に多くの人が稼げたと思いますけどもでもあれってね10年に一度とかあるかないかでしょ 私はレンジという当たり前に毎日起きているところで利益を取っていく方法を第一にお伝えしております。はい、じゃあ以上です。